にちは、ミュージカルラバーのゆきなです。今日はですね、こちらのレミゼラブル初日に行ってきましたということで、ちょっと興奮が冷めやらないので、明日仕事で寝なきゃいけないんですけど動画を撮っております。新キャストの皆さんになって、で初めての感激だったんですけど、もう感動しすぎて、ちょっと話したいことがいっぱいあって、でまだレミゼラブルを見たことがない方は、ちょっと こういうシーンでこうみたいな話をするので、まあ、ネタバレが嫌だなっていう方は見ないでくださいっていうか、見た後に見てもらえると嬉しいなと思います。まず私が 見たキャストのご紹介なんですけど、ジャンバルジャンが福井さん、ジャベールが川口さん、パンテーヌが浜田めぐみさん、ポニーヌがヤビクトモナさん、でマリウスが解放くん、コゼットが、生田絵梨花ちゃん、テナルディエが駒田さん、マダムテナルディエが、森久美さん、でアンジョルラスが小野田くんでした。まず全体の話で、私なんかレミゼもう何回見たかわからないぐらい見てるので、結構もう泣けるシーンって限られてきてるというか、結構涙もろい方なんですけど、まあ、最初の頃よりかはもう泣けなくなってきたなみたいなのがちょっとあったんですよ。まあ見慣れてくるとやっぱどうしてもそうなるじゃないですか。でも今回はなんか久々だったからなのかちょっと本当わかんないんですけど、なんか今まで泣いたことすらなかったシーンでなんかもう泣けてきたりとかして、なんかもう感動が違ったので、ちょっと本当に良かったんです。で、まずジャンバルジャン役の福井さんなんですけど、なんか私福井さんのジャンバルジャンも何回も見てるのに、もう伝わってくるものが全然違くて、何が変わったとか言えないんですけど、なんか最初のまあ牢獄から出て仮釈放されて、で最初にこう水をね飲むシーンがあるんですけど、そこで泣けてきたんですよ私。はぁみたいな、勝ち取った自由をこう味わっているシーンがなんかグッときちゃって、でその後のプロローグの時の一幕始まる前の本当一番最初の一人で歌うところのシーンのもう歌もグッときたし、もう福井さんみたいななんかねやばかったんです。もう本当に、なんて言えばいいんだろう、でも本当に良かったもん福井さん。なんかなんだろうな、私本当になんか、舞台やってる人ってみんなそうなんですけど、なん10回も同じことをずっと繰り返してるのに、なんか表現力が出せるのって本当にすごいなと思って。だって絶対私だったらこれ昨日もやったなとか絶対思っちゃうから、そういうの全く感じさせない演技、はあみたいな感じで、次ジャベールです。ジャベール川口さんだったんですけど、私去年川口さんのフロロー、ノートルダムの鐘でフロローを見て、ですごくなんか好きになったんですよね。そのノートルダムの前も多分何かで見てるんですけど、川口さんのことは。でもなんかすごく認識したのはそのノートルダムのフロローで、ジャベールってもうとにかく規律を守る、職務を全うするっていう役じゃないですか。その真面目さというか、絶対に俺は正義を曲げないっていうのがもうすごく伝わってくる感じで、私が一番グッときたのは2幕のバリケードの内側で、ジャベールがバレちゃって、ジャンバルジャンに俺が殺すからみたいな感じでこう裏に連れてかれるシーンあるじゃないですか。でそこで行けって
ジャンバルジャンにね、解放されて、なんでみたいな、俺をなんで殺さないのみたいな、あのこうガッてやり取りするシーンあるじゃないですか。あの最初の一幕の、あのファンテーヌが死んだ後にこう捕まえようとする、あの二人でね、こう一緒に交差しながら歌うあのシーンもすごく良かったんだけど、もうそれ以上に そこのジャベールが、あのなんでだみたいなののグッっていうやり取りが、あの二人のやり取りがなんかもううわっってなるね。すごかったんです。そう、本当に良かった。あとはね、あ、そう、ファンティーヌの浜田さんですよ。誰もがね、このファンティーヌ役の浜田さんにこう注目してたと思うんですけど、歌唱はミュージックフェアで、あの出てたので、まあご覧になった方もねすごく多いと思うんですけど、やっぱりね、母感、浜田さんってどっちかっていうとこう力強い女性みたいな役柄がすごく多かったと思うんですけど、今回まあもちろんその母親として自分の娘をこう守っていくみたいな力強さを持った女性ではあるんですけど、今までやってたっていうか浜田さんのイメージが強い、あの駅とナイルファゴとか、なんかアイーダとか、なんかそういうあの女性一人でこう勝ち進んでいくとかで最後にこう成功していくみたいな、そういう役じゃなくて、今回ってその最後は病気で亡くなってしまうってこう誰かに助けてもらうっていう、あの、まあ、強い母親としてのシーンが強くもあるけれども、助けてもらうっていうちょっとか弱い女の子みたいなところもあるような、ちょっと両面があるような役じゃないですか、ファンティーヌって。でそのあのか弱さみたいなところとかはすごい新鮮でした。チキルとハイドとかでね、あの死んでいくシーンとかは全然あるけど、なんかこう娘をよろしくとか、なんか優しくこう包み込むみたいな、ああいう感じは今まであんまり、ラブネバでも母だったけど、なんかちょっとまた違う、あの新しい浜田さんが見れたなっていう感じで、もうね、そう、感動でした。はい。で続いてポニーなんですけど、ヤビック・トモナさん、モアナの声ですごい有名になった子なんですけど、すごく強い女の子で、こう無邪気さが伝わってくるようなエポニーヌでした。で私最初こう、まあ、見てて、もちろんお前オウムもすごく上手だったんですけど、最後ね、あのエポニーヌが死んじゃうシーンで、結構最後まで元気っていうか、なんだろうな、マリウスに抱かれてるあの瞬間が、自分は死にそうなんだけど幸せみたいなのが、すごい伝わってくる演技で、大丈夫死ねるってちょっと思ったんですけど、でもね、最後はこのマリウスに抱かれて幸せっていうのと、でもやっぱりこう力尽きていくみたいな感じがもうほんとうまかった。だからもうでね、もうちょっとマリウスの話になっちゃうけど、その時のマリウスが、はい。で続けてコゼットです。コゼットは生田絵梨花ちゃんだったんですけど、こう門のところでさ、こう登場してくる時、もう姫って感じでした。もう姫ですね。あの彼女は私、ナターシャ&ピエールコメントの、あのナターシャ役で見たのが最近かな、うん、でやっぱアイドルだから可愛いんですよ。でほんとね、姫なの、もう姫です可愛かったはい、続いてマリウス海宝くんですよ。もう実力派の実力派、ん、実力派中の実力派、もう王子ね、彼はもう姫と王子、もう一個一個が表情から何から本当に、マリウスは解放軍は王子なんですよ。王子なのだって王子なんだもん。
もうね、言うことがない。だって海宝くんの素晴らしさなんてみんな知ってるじゃないですか。もう私がね、何を言おうとね、言葉足らずだから。で、ペナルディエ夫妻ですね。あと駒田さんと森久美さんっていう、もうベテラン2人ですよ。でね、この2人のペナルディエ、みんな何回も見てると思うんですけど、もう全然飽きないし、毎年違うし、毎回違うし、笑わせてもらえるし、楽しいし、芸が細かいし、本当にね、すごい。その辺の芸人さんより面白いんじゃないかみたいなぐらいの、あの、芸の細かさですよ。そう、おしっこ飲んじゃうしね。もう、この二人は、もうテナルディエ夫妻なんじゃないかみたいな。本物？本物ですね。そう、本物。で、そう、森久美さんとか、あの、他のね、エボとかも、最初工場のところでこっそりアンサンブルで出てるんですけど、森久美さんの存在感が強すぎてなんかいるみたいな、もうすぐ気づいちゃったぐらい。まあね、それは森久美さんの話なんですけど。で、アンジョルラス小野田くんです。そう、なんかもうこれもね、世代交代ですよね。もうリオくんがジャベールになって、小野田くんがアンジョルラスになって、どうしても私アンジョルラスはあのリオくんのイメージがすごく強くて、だからあのリオくんの顔ってすっごい濃いじゃないですか。だからね、なんかあの全然比べるとかじゃないんですけど、なんかどうしてもオノダくんの顔が、てか違う、リオくんの顔が濃いから、あのオノダくんがすごい可愛いアンジョルラスに見えて可愛かった。あのすごいね、可愛いとかね言える立場じゃないんですけど、なんかすごい可愛かったです。なんだろうな、あの若々しさ、若々しさ、あのそう、こう若者が立ち向かっていくぞみたいな感じがこう改めてね出てた。本当だって、かっこよかった。いやー、もうね、子役の子も可愛かったし、語り尽くせないんですけど、レミゼはね、何回見ても飽きないから、あの皆さんのお願いだから見に行ってほしい。映画しか見たことないって人はね、本当にもったいない。やっぱり生の素晴らしさはもう全然違います。で、今回ね、あのやっぱ初日だったので、あの舞台好きの人がね、ほとんどだったと思うんですよ。もうこう初めてレミゼ見ますみたいな人はね、多分あんまりなかったと思うんです。だからもうね、拍手もみんな熱がこもってて、もうね、私もすごく気持ちが良かったです。自分が拍手浴びてるわけじゃないのに、なんかこう自分の拍手がこうみんな熱がこもって拍手するから、もうすごいね、伝わった拍手になったなっていうのがね、すごい良かった。たまにあるじゃないですか、なんかなんだろうな、あんま舞台見慣れてない人とか、なんか拍手めんどくさくなっちゃう人とかいるのがすごい私は残念で、そうで、私的にはね、その拍手が、今日の拍手はやっぱ舞台好きの皆さんはね、本気の拍手をしてくれるんで、そうちゃんと伝わったなっていう拍手ができて、それもね満足です。まあ今日初日だったので、あのこれからね、いろんなキャストさんを見に行く人もたくさんいると思うし、まあ私あのもう一回しか見ないんですよ。ちょっとあの今年ニューヨーク行くからお金がなくてだからちょっと全部のキャストさん見れないので、ぜひね皆さんもあの感動をちょっと教えてほしいなと思うので、ぜひあの見に行った方はね、この動画のコメント欄にあのもう何でもいいんで、やばかったとか私もやばかったぐらいしか全然出てこないんですけど、そういうね感想をあのどん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 ください。あのみんなでね、こう語り合えたら幸せだなと思います。はい、というわけでもうね、あの感動は尽きないので、ちょっと心ぐらいにしておきます。はい、ということで今日も最後まで動画をご覧いただいてありがとうございました。先ほども言ったんですけど、ぜひねレミゼ見に行った方はあのコメント欄いただけると嬉しいです。それでは、感激楽しんできてください。